嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のコーナー。おー、今日は本物ですね。本当にありがとうね。やっとちゃんといてくれて。以前さ、世界の変わった法律シリーズとかあったじゃないですか。はい、あったね。今日はね、それに似たようなシリーズ。おー、世界の変わったスポーツ第7戦。おー、もうね、ツッコミどころありまくりなスポーツをね、7個持ってきました、ね。クリケットとかじゃないっしょ。クリケットとかじゃね、もう話にならない。多分ね、もうみんな知らんと思う、まずそもそも、はい、それを紹介していきたいと思います。はい、それでは一つ目、画像見せるんで、ちょっとみんな予想しようか。いいね、楽しい、楽しい、楽しい、こういうのよ。ユーロいいんだよ、お前。マジかよ。エクサイトがすごい。エキサイト、エキサイト、エキサイト。三浦大知、三浦大知かっていう作り間違えてる。間違えてねえよ、お前。俺じゃねえよ。第1問。やばいやばいやばい。これです。何これ。はい、これです。はい、これは何でしょう、ということ。何やってるでしょう、ということで。何これ。チェスしてる。お、いいですよ。チェスしてて、1個取られるたびに服を脱いでく。なるほど、おもろい。違いますね。あ、違うの。いや、待て待て、と見せかけて曲を聴いている。お、あ、そうだね。これキーワードなんじゃないか。おお、じゃあ答え。はい、何でしょう。チェスボクシングです。何それ。チェスボクシングです、これ。あ、でもグローブしてるね。そう、グローブしてるでしょ。シャホや。チェス4分間と、はい、ボクシング2分間です。これを1ラウンド1ラウンドで最大11ラウンドまで繰り返していって勝負するっていうスポーツです。アホや。マジでアホじゃん。これはこれはよう分からんです。勝敗どう決まった。これ単純、もうチェスで負けたら負けだし。なんだよ、チェスやれよ、ほんまに。ボクシングもやって、これで KO されたら負けだし。え、あ、どっちかで負けたら。そう、どっちかで負けたらもう負けですと。なるほどね。やりてえな、これ。これフランスで生まれました。1990年に生まれました。全然体絞れてへんしね。確かに。チェスやったら超デブやな。世界大会とかもあるんで。えぇ、日本ないのこれ。日本もありますよ。えぇ、意外とね、なんか規模がでかいと思うんです。2つ目、こちらです。こちらでございます。となんだこれ。さあね、何を担いでいるんでしょうか。いや、もう人ですよ。女だよね。人担ぎマラソン。ほぼ正解ですね。フルマラソンこれで。奥様担ぎレース。奥様担ぎレース。はい、奥様に何かぶせてんねん。フィンランドで生まれた。フィンランドって昔ね、結婚するときに隣の村から奥さんを担いで自分の村に連れて帰るっていう習慣があったらしくて、これを元にこのスポーツが作られたって言われています。あとはもう無視でいいですか。無視しないとか、いろいろありますから。興味ないんで。興味ないんだ。3つ目、はい、こちらです。これはちょっとね、スポーツじゃない。クリケットじゃないです。わかった。ハリーポッターちょっと似てるね。クリチ、クリチ、クリチ、クリチじゃない。正解。え、あんの現実に。クリチです。ハリーポッターの映画に出てくるスポーツを実際にやってしまおうっていう正式なスポーツです。かわいい、すごい。アメリカで2005年に生まれました。ハリーポッター好きの大学生2人がこんなスポーツ実際だったらおもろいやんつって作ったじゃん。飛べて、飛べないし、どうやってんの。滑稽やし、こういうスポーツにも怪物とかいるんですね。それがおもろい。その事実がおもろい。天才とか五郎丸とか多分いる。4つ目、はい、こちらです。あ、もうこんなん余裕や。これはやばい。魚砲が、マグロ投げ。おお、正解。一言一句外さず正解。マグロ投げ、マグロ投げ、一言一句当てしたよ。ルールめっちゃシンプル。ハンマー投げの要領で、マグロを一番すっ飛ばしたやつが勝ち。アホらしいけど、歴史意外と古くて、1960年あるんですよ。え、でもマグロは何これ。同じ大きさの。マグロはね、まあ、ほぼ同じ大きさ。ほぼでしょ。これはね、種類決まってます。南マグロ限定。どうでもいい。大きさ揃えろ。日本人とかも結構出てて、なんと2011年の大会。はい。室伏だよ。優勝者。あ、室伏じゃないんです。室伏じゃない。余裕で優勝するほしいな、室伏。2011年の優勝者日本人と。え、さらに驚くべきことに、この大会の準優勝者、はい、室伏。違います。違うんです。なんとタレントの翔英さんです。これすごくない。すごくない。マジやばい。すごくない。これすげえ。一番おもろい人。最大記録が37メートルですね。そんなもんしかない。うん、まあでも37メートルって結構すごいけどね。5つ目、5つ目はちょっとあの画像だと分かりづらいので、僕がジェスチャーして見せます。はい、ジェスチャー。
はい、気持ち悪い人、気持ち悪い人じゃないです。気持ち悪い人じゃないです。それいつも午後3時にやってる。やってねえ。これがヒントですね。これヒントよ。これヒント。これヒント。何か取って、何かを取って。ワーキーズ乳脂肪じゃないですか。正解はミミズ取りです。え？アメリカ、カナダ、イギリスで生まれたって言われてて、制限時間30分の間にどれだけミミズ取れるか。長っ。それね、スポーツなの。これもちゃんとした世界大会やって、世界記録あります。世界記録。何ミリ？570。やばいでしょ。いけるなー。まあ大体の人はこう地面を最初こうバーって叩いてって、これで水を呼んでひたすら取っていくっていう。そういうことか。だから、あー、最初こう出すんだ。スポーツってもう何でもないね。6つ目がこちら。これはね、結構ね、なんか近代なスポーツっぽいけどね。揚げ足取りって。違います。違う。なんか揚げ足取ってる風に見えるけどね。これはカバディです。あ、カバディ、カバディ知ってるわ。やった大会よこれ、高校の時。え、お前の高校すげえな。カバディ推薦すな。インドで生まれたスポーツなんだけど、起源は古代からあるって言われてる。へえ。ルールめっちゃ複雑なんだけど、めっちゃ簡単に言うよ。チーム戦の鬼ごっこみたいな。7対7に分かれるんだよ。で、この攻め側は1人、守ってる側はこう7人。この攻め側の1人が守ってる側の人をタッチして自分の陣地に戻ってくれれば、これ1ポイント獲得です。自分の陣地にこう戻っていくのをこの7人が防いだら、こっちが1ポイントです。そう、だからカバディカバディっていう。ずっとです。そうそう、オフェンス側はもうずっとカバディ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 って言い続けなければいけない。で、もしこれ言ってんのサボったら、相手側に1ポイント入るから。俺なんか見たことあるもん、あの映像で。カバディ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 、結構言うてんのよ。カバディ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 みたいな。え、教員も言ってたこれ。言ってたよ、カバディ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 。やば。カバディっていう意味ですよね。いや、意味。これどういう意味なのかっていうと、カバーディフェンス。いや、違うな。あ、そういうことじゃないんだ。今いい感じだったけど、これね、はい、特に意味はありません。なんだそうでしょ。意味ない。腹立つ。決めろ、そういうの。ちゃんと。特に意味ないんだけど、なんか古代からこの。次が最後のスポーツなんだけれども、最後がもう一番意味わかんないです。おお、一番ふざけてんだ。それがこれです。はい。はい。怖い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 。これね、まず。天空の DJ。違いますね。あ、確かに。これで、そう、何をやってるかが重要なんだよね。何やってると思う、これ。釣りじゃない。釣りじゃないですね。このスポーツの名前、エクストリームアイロン掛けです。アイロン掛け？ふざけたな。やばいでしょ、これ。だけやばい場所でアイロン掛けをできるかっていうのを競うスポーツ。で、これは1990年にイギリスで生まれたスポーツ。まあまあ昔やな。若者が考えたんだけど、なんでこんなスポーツ考えたんですかってインタビューした人がいて、うん、こう答えました。やべえ状況でこのアイロン掛けをして綺麗になった服を見るのがもうたまらない快感だと。変態やね。じゃあ今までこのスポーツでどんな場所でアイロンをかけたかっていうのをちょっと見てもらいましょう。やばいやばい、笑ってるわけですよ。自転車乗ってる。もう一発目で無理やん。無理やん。おもろ。水中とかパラシュートの降下とか。やばい。うわ、すげえ。全然積もってなかったけど、もうアイロンかける。どうなったら優勝だよ。分かんない。綺麗になったの見ると快感なスポーツでしょ。シュクシュクで。結構自由なんですね。そう、結構ね、スポーツの定義って意外と自由で、サッカーとか野球とか結構メジャーなスポーツになってるじゃない。はいはい。こういう球技って全部最初は1個の球技だったって皆さん知ってました？え、知らないです。それすごい深い。フランスでね、12世紀でラシュールというスポーツがありました。このスポーツが球技の祖と言われております。このラシュール、どういうスポーツかっていうと、サッカーの手使っていい、道具使っていい、何でも使っていい、もう何でもありサッカーみたいな。これがフランスの貴族の間で親しまれていたと。これがやがてイギリスに派生していって、そっから野球だとかバレーだとかどんどん派生していったって言われてるわけです。すごいね。だから今日紹介したこのちょっと変わったスポーツでも、10年後100年後になったら当たり前のように行われているスポーツなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。面白い。なんか途中から自分で作ってやろうみたいな感じになるじゃん。うん、あでもなんかちょっとしょうもねえなみたいな感じだったけど、最終的にはエクストリーム。あそこまでありなんだったら、もうエクストリーム TKG 作る。いいね。ああ、なるほどね。どんだけやめればそれか。これ卵かけ子なんですけど。ああ、いいね。やりたいやりたい。どんなのやろうかなって。
カグエストラもうエクストリームの何でもいい何でもいい海でやってほしいなどれだけさもうあの周りの人々をさこうやり込めるか支えるかみたいなそういう感じで僕ら45万人いますからエクストリーム TKG やってっていうのはああ確かにやりにくいスポーツそうです、ね、確かに今日紹介したスポーツの都市伝説面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうバイビー、エクストリーム。